はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今回はね、書き留めの説明というふうになっていると思うんですけど、ここでは、今回、書き留めに関しては、他のやつはね、それぞれね、速達とかだけでポンポンポンってやったりしてたんですけど、書き留めだけはちょっと、いろいろとサービスの、細かいサービスの内容がいっぱいあるんで、書き留めのまず、概要を説明したいと思います。で、それぞれの書き留めの細かい種類に関しては、それぞれで、ね、やってきますというふうにして、やっていきたいと思います。ということで、何や、書き留めってそもそも何なんでしょうね。皆さんの書き留めのイメージってどんなんでしょう。書き留めというと、ああ、なんか印鑑を押さなあかんかったよな、フルネームでサイン、サインは必ずフルネームでお願いしますってことで、なんか言われた記憶あるな、で、なんかあのね、大事な書類ね、送るときには使いますよねって、ね、いうような感じかな。どうしよう、履歴書って書き留めつけた方がいいのかなとかね、いうようなね、ところとか、でも他にもね、いろいろとね、大事なね、重要な書類とかから取るときには、なんか書き留めがついとるよなっていうような感じのイメージだと思いますけど、書き留めっていうのは何なのかって言ったら、これは、明確な定義がございまして、まあ、解説に書いてありますけどね、書き留めというのは、郵便物の保険代です。あ、で、バーコードがつくのが書き留めなんかとかそういうわけではなくて、あくまでもバーコードっていうのは保険の対象品を明確にするためにつけるだけなんです。はい。で、その、保険の対象になっているやつを確実に届けましたよって、郵便局員が分かるようにサインをもらうのであって、印鑑をもらうのであって、バーコードをつけるのであります。というのが書き留めでございます。そうなんです。一番の目的は保証です。これがいわゆる郵便物っていうのは基本的に保証がありませんっていう話をずーっとしてきたと思います。これ非常に大事なところなんで、他のところでもね、くち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 言ってると思うんですけど、この保証のサービスというところを解決する唯一の手段が書き留めです。で、その保証の仕方がいろいろとありますから、いろんな種類の書き留めがありますよ、っていうふうに思ってください。で、いうふうになります。で、まあ、ここに一応書いてありますね。書き留めというのは、万一郵便物が届かなかったり、壊れていた場合の賠償サービスです。書き留めでない郵便物は、誤配、紛失、破損等があっても一切賠償されません。まあ、ね、他の動画でも絶対、なんか無賠、ね、賠償なしという話をわーっとやってると思います。で、で、レターパックも賠償されません。これ大事。レターパックはよく通販のね、通販というか、オークションでね、使われることが多いんですけど、実はレターパックも賠償はありません。これ非常に大事なんで、ここは、書き留めがどうしてもわざわざ高い値段でなるのかといったらそういうことなんです。で、重要な書類をどうして書き留めを送るのかというのも、ここが、根拠的な根拠になってまいります。いわゆる、大事なやつなんで、保証をつけてくださいということですね。いうことです。で、通常書き留めという場合には一般書き留めを指します。また書き留めの種類に関しては今後、ずらーっと説明をしてきますけど、基本的に書き留めといった場合には一般書き留めになります。で、一般書き留めの他には、現金書き留めと簡易書き留めというのがあります。大きく分けると3種類です。で、さらに一般書き留めの中でいろんなオプションがまたありますんで、これはこれで細かくちょっとやっときます。そんなにニーズはないと思いますけど、おそらく他にやってるところがないみたいなんでね。これはちょっとぜひね、うちのところで重箱の新聞ガンガンつついてね、叩き割ったろぐらいのね、勢いでやろうと思ってますので、ご期待ください。で、書き留め全般の共通事項だけ、述べておきますね。共通事項としては、追跡があります。で、賠償が、あります。証跡があります。あ、逆になったら、証跡ありの場所で、証跡っていうのは、要は、サイン、印鑑をもらうやつね。配達書にサイン、印鑑をもらうやつ。これが必ずあります。で、賠償があります。で、対面配達になります。これは基本的には、ですので、宅配ボックスとかがあっても、基本的に書き留めは使えません。ちょっと特殊なね、いろんな法的な、事情をクリアした場合でないとダメなんで、ほぼほぼありません。どうでしょうね。愛知県の中にそのクリアをするような条件を満たすマンションってあるのかな。
っていうぐらい、ほぼほぼ聞いたことがない。まあ、もしかしたら、俺の住んでるところをそういう対象のやつやるっていう方もいるかもしれませんけど、まあ、その方は多分相当、実はいいマンションに住んでるんじゃないかなというふうに勝手に推測するぐらい、ね、もしそういう人がいたら、ね、もういわゆるオークションじゃないんですか、もしかして住んでるところとかってね、いうような、まあ、私のような貧乏人には全く想像のつかない世界と、言ってもいいかもしれません。はい。一応そういうのがありますけどね、まあ、基本的にですから、もう対面しか届きませんよと。いうことですね。で、あと、大口向けの割引制度っていうのが基本的にありますけども、本当に300通以上とか、書き留めを毎回300通以上出すような場合とかになってきますので、もうよっぽどです。ので、基本的には、まあ、あまりないのかなと思ってもらっても、差し支えはないと思います。で、これもポスト差し出しが不可です。絶対郵便局の窓口で出してください、っていうのになります。で、基本的には、この、書き留め全般というのは、これ特定記録でも言いましたけど、ね、こんな感じで書き留め、記録郵便物の差し出し表というのがあって、受領証というのがあって、まあ、これにね、自分の住所と書いて、まあ、特定記録としてですけどね、全く書の用紙なんでここに書いて、でここに、誰に送るのか、ここに自分の名前と住所書いてね、ここに、相手さんの名前書いたら、ここに、番号を発行してくれますよというサービスになってます。で、これは特定記録でも言いましたけど、これ今サービスとして電子化が進んでおってね、この用紙がなくても郵便局のところで「はいはいはい」って受付してた時に何も書かんでも、そのまま電子認証で「はい、受付完了しました」って控えを発行してくれる郵便局もございますので、わざわざ回転持っていく必要はありません。特に普通家にありませんから、ね、私よくねちょっと郵便差し出しするもんでね、ちょっといただきましたんでね、今家にありますけど、っていうことです。基本的には多分家にもないんで、行ったら開けて書いてくださいって、この用紙をねペラッともらってっていうふうになると思います。毎日ね、事業所さんでよく出す事業所さんで、新卒で入りましたよ、書き留めをよく出すんで、この紙がもう事務所に置いてありますよっていうところ結構あるんですよ、実はね。まあ、私結構お得意さんのところそういうところが多かったんで、よくね切手を販売しに行ったついでに、ちょっとこの用紙またちょっと欲しいんですけどって言われたらね、あ、これ正式に大丈夫なんです、何もくすねて、持ってくるんじゃなくて、こういうふうにして申請したら刑事の方からね、あ、じゃあ一冊はいどうぞってね、くれて、それでお届けするっていうことできますんで、で、いう場合には気をつけなきゃな、これ2枚綴りになってますんでね、こんな感じで、書くときにこのままガーって書くと下の紙が全部死んじゃいますんで、下敷きを敷くなりね、ちぎって別にして使うとかね、いうふうにしないといけませんよというぐらいの注意事項かな、それぐらいな感じですね。で、細かい書き留めの内容に関しては今後どんどん、収録していきますので、ぜひそちらの解説の方をご覧ください。一応書き留め全般はこんな感じです。とにかく保証です、保険ですというのを頭に入れておいたら大丈夫かなと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。